どうも大之助です突然なんですけど皆さん「サンタクロース」ご存知っすよねその良い子供のところにはクリスマスにプレゼントくれるっていうあの赤い服着たおじいちゃんなんすけどサンタクロースの由来,由来って皆さんご存知ですかであの大之助知らないんですよね知らないというかなんかあの気になったから調べてたんですけどなんか説が僕の見たところ複数あって2つあってどっちなんだろうっていうのが分からないんで、まあ、最強の AI のチャット GPT に聞いてみましょうって感じなんですよね。 でますサンタクロースの由来って何まず1つ目が4世紀頃のトルコえト,ルトルコじゃなくてなんか別の当時は別の名前だったと思うんですけどあのセント・ニコラウスさんっていう司教さんそのなんか教会の,あの偉い人が貧しい少女たちにその家の煙突から金貨を投げてでその金貨が。 ま少女にはあの上げたかったわけなんですけど、それが少女の靴下に入ったということが由来でまあ、サンタが生まれたっていうような話を聞いたわけなんですよね。で、そのなんでサンタが赤色かっていうと、なんか血の色、そのなんか血に染まってでも何かを成し遂げるみたいなあの覚悟からそのサンタさんって赤色っていうような話があるらしいんですよね。でもう一個僕が聞いてる話はフィンランドのラップランドって確か結構フィンランドの中でもフィンランドってそのヨーロッパの 北の方の方ロシアと接している国なんですけどそのフィンランドの,その結構北部の方にそのサンタクロースの発祥の地があってそれがラップランドでもともとサンタクロースって赤色とか緑色とか黄色とかいろんな色の服のサンタがいたけどコカ・コーラが経営戦略で広告戦略でその自分のコーラの色と結びつけるためいろん,んな赤色のサンタの CM をめっちゃ打った結果サンタイコール赤色だよねっていうような。 イメージが僕たちに付いたっていうような話を聞いたことあるんですよねで、実際のところどれが正しいんですかっていう風に聞いたわけなんですよはいではじゃあ読んでいきますここから初見ですサンタクロースの由来については複数の要素と伝承が結びついているため一つの明確な正しい答えはありませんそうなんだ様々な文化や伝統が混ざり合って現代のサンタクロース像が形成されました以下に一般的と言われる名前のいくつかを説明由来のいくつかを説明しますセントニコラウス 説サンタクロースの原型ととなった人物としてセントニコラ,ラウスは4世紀頃のトルコに実殺した司教であり特に貧しい人々や子供たちに対する善活と知られています彼は秘密裏に贈り物をしたい貧しい人々を助けられたとされています北欧神話の影響説サンタクロースのイメージには北欧神話に登場する神々や伝説的な存在との関連が指摘されています特に北欧神話のオーディンあ確かになんか見た目似てるね けど眼帯じゃないけどな。八本足の馬であるスレープニューに乗って空を飛ぶ姿がサンタクロースのトナカイに乗った姿と結びついていると言われています。3文学作品との関係サンタクロースのイメージは19世紀のアメリカ合衆国で発展しましたえアメリカなのアメリカの作家のクレメント・クラーク・ムーアクレメント・クラーク・ムーアへーが1823年に発表したクリスマス・イブの夜になんだこれあ、ビジットフ・フロム ステイツ、ニコラスまたザ・ナイト・ビフォー・クリスマスがザ・ナイト・ビフォー・クリスマスあのディズニー作品好きな人はナイト・メア・ビフォー・クリスマスというタイトルが思いついたかもしれないですけどあナイト・メア・ビフォー・クリスマスってなんかその有名なアメリカの作品をオマージュしたタイトルなんだ現代のサンタクロースのイメージに大きな影響を与えたと言われていますへえ4コカ・コーラの広告説コカ・コーラがあ途中で途中で途切れてますね コカ・コーラの広告説ココカ・コーラがサンタクロースを赤い服で描いた広告は20世紀初頭に広まりました。これにより赤いコート、白いひげ、赤い帽子といったサンタクロースのイメージが広まったとされています。ただし、コカ・コーラの広告がサンタクロースのイメージを完全に作り出したわけではありません。赤い服をまとったサンタクロースのエアイメージはそれ以前の 絵本やイラスト、ポスターなどでも見られます。コカ・コーラの広告は既存のイメージを広める役割を果たしたというでしょう。サンタクロースの絵台については、これらの要素が 複合的に結びついて形成されれたものと考えられますセントニコラウスの慈善活動や北欧神話の要素、文学作品,作品の影響が時代や地域によって異なる伝承として伝えられてきた結果、現代のサンタクロース層が形成されたのです。重要な点はサンタクロースはクリスマスのシンボルとして善意や贈り物を象徴して愛されるという点であるということです。この具体的な由来については歴史的な事実や伝承を耐まって多くの物語が解釈するのです。解釈が存在するのです。へーんけどサンタクロース、フィンランドのラップランドの話。 言って北欧神話以外北欧神話オーディン なんか固めを泉にに投げ込んんでで未来が見えるよようなななったみたみいなやつですよねうんなんか思ったよりいくつか説があったみたいだけど文学作品が影響したといってもその文学作品も何か元の作品をオマージュしたというか何か元のネタがあるということですよね。でそのネタはアメリカの元ネタっていうのはそれこそトルコのセント・ニコラウスさんかまあ確かにキリスト教だからセント,そのトルコから来たのかもしれないけど書いてる書いてる。書いてる すみまませんちょっとゲップ出ちゃいましたフィンランドとサンタクロースの関係は非常に密接でありフィンランドはサンタクロースの故郷として知られていますそうですよねあとムーミンの故郷としても知られてますよねいかにその関係の要点を説明しますちょっとなんか文章を書くのが遅いですねちょっとなんか別の雑談でもし,、ね、しながらうーんなんかサンタ一つ取ってもなかなか難しいですねでなんだっけその子育てにおいてやっぱ子供に嘘をつかない方がいいらしいんですよね だからそのなんかセックスの話とかそのサンタがいるのかいない,い,ないのかっていうのも結局子供いつかそのサンタは親っていうことを気づくじゃないですかだからその、まあ、サンタクロースっていうもともとセントニコラウスさんがこうこうこういうエピソードがあってサンタの伝承になったっていう説もあるしなんかフィンランドのラップランドにサンタさんがいるっていうふうに言われててもともと赤色とか黄色とかいろんなサンタさんいたけどコカ・コーラの広告戦略によって赤色移植になってしまったっていうのがあるけど結局まぶし貧しい子供たちに対して贈り物をするという風習が まあ、今も残っていてそのサンタさんの伝承のおかげでいろ,いろんな子供たちがあの、まあ、クリスマスを幸せに過ごしているんだよところであなたはクリスマスに何が欲しいっていうふうにコミュニケーションを取ると、まあ、あの子供たちも欲しいものをもらえるしそして何より親子関係も良好になるし、まあ、子供からしてもあ自分の親は真摯な人間正直な人間だっていうふうに信頼を寄せてくれるようになるし。 まあ、あのフィンランドじゃないわ、えー、とサンタクロースに対して正しい知識を子どもが身につけることもできるしっていうことがあるからやっぱり、まあ、このサンタの例にとっても正直な話をするのって子育てにめちゃくちゃいいらしいんですよね。ということで結構文章ができたかな。 でいかにその関係の要点を説明します。まず、ラップランド、フィンランドの北部にあるラップランド地方は、サンタクロースの伝説と結びついています。ラップランドは雪深い森や広大な野生の地域であり、その風景がサンタクロースの居住地として創造されることから、サンタクロース村やサンタクロースパークなどの観光地が設けられています。へえ、そうなんだ。サンタクロース村、ラップランドの一部に位置するロバニエミロバ,ロバニエミ <laughs> ちょか、読みづら、カム。 みんなも言ってみてください。ロバニエミって、あ、言えた。ロバニエミには世界で最も有名なサンタクロース村があります。え サンタクロース村が複数あって、その中でも最も有名なやつがあるのか、それともサンタクロース村っていうのがめちゃくちゃ世界でも有名なのか、ちょっとどういう解釈なのかわからないけど、この村ではサンタクロースが年中無休で子供たちを出迎え、贈り物のリクエストを受け付けたり、写真撮影、手紙のやり取りができたりします。またサンタクロースの郵便局もあり、世界中から届く子供たちへの手紙を処理,処理していますって、処理していますって言い方、ちょっと良くないんじゃないのかな。まあ、届いていますと。 サンタクロースへの郵便。フィンランドでは子どもたちがクリスマスにサンタクロースへ手紙を送ることが一般的です。フィンランド郵,、えー、と郵便公社は子どもたちからサンタクロースへの手紙に対して返信をするプログラムを実施しており、毎年、 数十万通の手紙が届いてこれ大変やなこのブロプログラムは子どもたちとサ,サンタクロースとのつながりを感じるための特別な取り組みとして知られていますフィンランドはサンタクロースとの関係で知られており多くの観光客がサンタクロース村を訪れたりサンタクロースの写真を撮ったりするためにフィンランドを訪れますそのためフィンランドはサンタクロースに関連する商品やイベントなどの観光産業が盛んになっていますなるほどやっぱフィンランドもあの結構関わりがあるっいうことですねじゃあ結局のところ まあ、お話ししてくれたみたいに複数の要素があるとりあえずこのセントニコラウスさんの説とあのフィンランドの説両方あるっていうふうに覚えておいたらいいのかないやーけどもうちょっと聞いてみようかなこれ気になりますよねそのサンタクロース村ハッシュ サンタクロース村が発祥になった生まれた経緯とか気になりますよねサンタクロース神話の始まりお前北欧神話フィンランドの伝承と関連していますへえおなんか今、ま、けどまたちょっと時間がかかりそうだからちょっと時間稼ぎのなんか雑談を考えようかなっていうふうに思ったけど一旦水ずますねでさっきちらっと話したその 子育てにおいてやっぱ嘘をつくことって良くないって話なんですけどやっぱ親がついた嘘そって皆さんも幼少期の頃思い出してみてくださいよ。そのあ今親嘘ついたな自分を騙したなっていうの分かりますよね。あのまあ、子供って感受性が豊かだしそれに子供にとってはまあ人生経験が浅いからその親とかその世の中の社会っていうのは全部正しいことでできているっていう風に思い込みがちなんですよね思いがちなんですよね。 のの子供たちっていうのはだから子供がああが親が嘘ついたなっていうふうに思ったらそれ敏感に察知してしまうんですけど、まあ、もちろん親からしても仕事と育児で大変だから子供の相手をいちいちしてらんねえわっていうふうに思うとは思うんですけどやっぱ嘘つきまくってたら子供もその姿を見るし、まあ、子供は親を映す鏡っていうふうな言葉もある通り平気で嘘をつきまくって親が子供に接しているとあの子供もそのじょその姿を見て成長するから親に対して平気で嘘をつくようになったりとか。 その自分が結婚するって子供が結婚するってこととかも親に言わなかったりとか親を騙して借金の保証人にしたりとか結局嘘をつきまくった親はその子供に騙されるっていうつけを払うというか嘘をつきまくったつけが自分に返ってくるというなんとも皮肉な結果になるわけなんですよねだから親御さんもその子供の将来のためにもそして自分自身のためにもあの嘘をつかない方がいいですよって話なんですよねとか言ってたらあの文章が書き終わったみたいですね読んでいきましょう。 えとまずフィンランドの伝承フィンランラドには古くから森や自然の精霊や伝説的な存在に関する伝承が存在します。これらの 伝承はフィンランンラドのの風土や自然環境にに根差してており、サンタクロース神話の発展に影響を与ええたと考えられています。次、北欧神話の影響。フィンランドは北欧地域に位置しており、北欧神話の影響を受けています。特に北欧神話の神々,や神々や伝説的な存在と関連する要素がサンタクロース神話に取り入れられたと考えられています。例えば、北欧神話の神オーディンが八本足の馬であるスレイプニルに乗って空を飛ぶ姿がサンタクロースのトナカイに乗った姿と関連されています。そして、先頭にコラウスの伝承。あれあれこれ。 トルコでしょセントニコラウスの伝承の慈悲活動や贈り物の伝説はフィンランドでも広く知られあそうなんだへえセントニコラウスはフィンランドの伝統的なキリスト教の祭りであるニコラウスの日に関連しており子供たちに贈り物をもたらす存在として重要な役割を果たしていましたなるほどやっと分かりましたねそのトルコのセントニコラウスさんの教えがフィンランドでも ちゃんと教えられて、でその教えがそのフィンランドにも伝わってた北欧神話と合わさって、フィンランドがサンタクロース発祥の地っていう風になったってことなんだね。なるほどなこれらの要素が結びつき、フィンランドにはサンタクロースが森や根深いえ、雪深い地域に住む善良な存在として描かれるようになりました。この存在はフィンランドの文化や風景との調和し、サンタクロースがフィンランドの伝統やアイデンティティの一部になっていったのです。へえ、ー面白ー。ちょっともう一個だけ聞いていいですか皆さんブラ ブラッククサンタクロースって聞いたことありますかあの子供いいことをしている子供にはそのサンタがプレゼントを与えますよね。ただブラックサンタクロースっていうのはそのだろうあの悪いことをしている子供たちに残虐,残虐な行為を与えたりとか,なんか虫とか毒とか,なんかそのとんでもないものを送りつけたりとかするような伝説がブラックサンタらしいんですよね。あのブラックサンダーじゃないですよ。美味しいチョコレート <laughs> 菓子じゃないですよ。だだ そのブラックサンタ、なんか都市伝説系の YouTube とか見てたらブラックサンタの話がちょっと出てくるんですよね。だからちょっとその辺気になるなーっていうふうに思ったのでせっかくのサンタネタをお話ししてるのでというか聞いてるのでその辺もねちょっと聞いてみようかなっていうふうに思います。でまあまたもうちょっと文字が書いてるみたいなんでもう一個その子育てにおいて嘘をついてはいけない話を深掘りしていきたいんですけどさっき僕ちらっとまあ、セックスについて その子供にもちゃんと話した方がいいよっていう風に言ったわけなんですけどというのもその子供のスマホになんか閲覧制限とかかけようか子供賢いから突破できるんですよねその海外のサイト見たりとかして突破するじゃないですかで子供が正しい性質知識み見てなあの身につけてなくて予期せぬ妊娠とかする方が親にとっても子供にとっても人生めちゃくちゃになるじゃないですかだったらそのもうどうせ子供は、そは僕たちも子供の思春期の頃思い出してみてくださいよ勝手にそういうそのエロ関係の情報とか集めたじゃないですかだからその あのまあ、自分の子供に対して否認正しい避妊方法とかアフターアピールの入手方法だったりとかっていうのを教えておかないとその子供も自分の人生がめちゃくちゃになっちゃいますよって話なんですよね、まあ、そういうふうにちゃんと嫌なこととか気まずいこととかも話すことによって子供は自分に存在存在存在あの信頼感をあの得てくれるからやっぱそういう嫌なことから逃げちゃダメなんですよねっていう話をしたところでじゃあブラックサンタの話読んでいきましょうかブラックサンタクロースはアフリカ系ア,フアメリカ人の文化で祝祭において登場するえそうなの えアフリカ系アメリカ、俺の聞いてる話と違う。英式文化に独自の伝統や祭りが存在します。これは奴隷制度や人種差別の歴史と結びついたものがあります。ブラック・サンタクロースはアフリカ系アメリカ人の文化におけるクリスマスの祝祭において自己表現、アイデンティティの一環として登場したものです。自己表現の多様性と包括性の,変あの追求。近年、文化多様性と包括性の重要性が高まっており、さまざまな人々の背景や特性を。 尊重すすするる動きが広がが広ってていいまままこれれにによりサンンタクローースのイメージも多様化化し異なる人種や文化に合わせたバリエーションが生まれていますブラックサンタクロースはアフリカ系アメリカ人の子供たちが自身の文化や肌の色により、色により共感しやすいキャラクターとして受け入れられる一例です。コミュニティの取り組み、アフリカ系アメリカ人の地域やコミュニティでは、クリスマスの時期にブラックサンタクロースを起用したイベントやバレパレードが開設されることがあります。これは子供たちのアイデンティティや文化の自負,自尊や自負心を育む機会提供を伝えの取り組みとして行われています。ブラックサンタクロースはクリスマス象徴であるサンタクロースのイメージを、 ふりかけアメリカ人の文化アイデンティティに合わせて再解釈したものです。これにより包括的で多様性のあるクリスマスの祝祭が作り出され、ること異なる背景や人種の子供たちが自身を判決したキャラクターとして反映したキャラクターとして楽しむことができるんです。 そこだけ気になってるんで教えてもらいましょうへえそんななんか心温まる文化があるんですねへえ知らなかったなるほどねまあ確かにな今でも黒人の差別とかありますもんね普通に黒人の方々ってその身体能力とか普通にあの王職人とか僕たち東洋人とかよりも全然高いのに迫害されるって何かなーって感じっすよねとはいえ僕もそのなんかあのバングラディッシュの,、まああの僕たち日本人よりもちょっとは肌の褐色な その小学生の頃のお友達だった子に対して結構ねなんか差別的な発言とか言動してしまったのを今でも後悔してるんですよねあだからやっぱ大人たちがね子供たちに偏見を与えないように育てることってその差別を生まない社会を生むためにも重要だから僕たち大人がちゃんと偏見のないようにいろんな物事について知っておくことが重要だから障害学習の姿勢がない努力しない自分を正当化する小さいコミュニティで一生を追続ける大人たちの中で育つことって また偏見ととかかか争いとかいじめの種を生むから、だから正直このなんかまあ日本ってよくも悪くもしまぐいんだけどだから同調圧力強いからそんなところにしかも30年も経済成長してなくて国民の生活めちゃくちゃ苦しくてあっていうようなこんな日本にとどまり続けるのっていいのかなっていうふうに僕思うんですけどそんな話をしてたら。 ブラックサンタクロース自体はアフリカ系アメリカ人の文化祝祭においてポジティブな存在として捉えられています。一般的にはブラックサンタクロースは子供たちに喜びや楽しみをもたらすキャラクターとして理解されています。そのためブラックサンタクロースが怖いなしや子供に怖いを思いさせるのと自然として広まっていることはありません。ただしどんなキャラクターであっても個,人の個別の文化や地域において様々なさ伝承、えー、と解釈や伝承が存在することがあります。 したがって、特定の地域で文化圏サンタクロースに関する怖い話は都市伝説が存在する可能性は否定できません。それは一般的なブラックサンタクロースのイメージや受け止め方とは異なるものと考えられます。一般的には、なるほど。まあ、要するにあの僕の話はもうあくまで都市伝説系の日本人のネタみたいな感じで実際に海外でそのブラックサンタクロースの話をするときはこういうあのなんか心温まるというか黒人系ああの、アフリカ系の方々の,そのコミュニティ作りに寄与しているような。あの すすごい重要ななイベントなんですよということを覚えておけばいいって話ですねとということで結構長くなっちゃったんですけどいやなかなか面白いですねサンタ一つにとってもこれだけ奥深い人類の歴史が詰まってるっていうふうになったらなんかやっぱり。 物事いろんな物事に対して日頃から好奇心を持って接することって重要だなっていうふうに改めて思いました。ということで、まあ、皆さんもその今回僕がお話しした内容とチャット GPT とやり取りした内容でいやちょっとそれあのなんか間違った情報だよとか,なんか補足情報とか訂正情報とかあればぜひコメント欄で教えてください。ということで今回は以上最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。